こんにちは。こんにちは。こんにちは。すぐりです。今日は、はい、村田さん。村田さん。お待たせします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分これちょっと外で、はい、カメラ若干遠いんで、ちょい声張り気味でいきましょう。わかりました、はい。はい。ここはどこですか、村田さん。ここは、末広町。末広町。千代田区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 末広町。331。3331。3331という施設でございます。こういうことらしいですよ。あ、そうなんですか。はい。パンパンパン、パンパンパン、パンパンパン、パン、3331。もともと小学校を改装してますからね。そうなんです。はい、ここね、あのマツコデラックスの番組とか夜の内また。そう、はい。取り上げられてる、ちょっと、ね、面白いところなんですけど。そうですよね。中には入ってないという。中には入ってない。結構あの自分はあの拠点なんで、国際だったんで、で、まあ、地元もまあまあ近いし、で村田さんは秋葉原大好き、職場も秋葉原だったし、そうです自分と村田さんは結構好きな場所ですよね。そうですね、あのね、雰囲気めちゃくちゃいいんですよ。ちょっとね、周り見えないと思うんですけど、芝生があって緑があって、めっちゃ静かですよ。秋葉原って言ったらもうね、ビルだらけなんですけど、うん、確かにビルダーだらけですよね。ビルダーだらけ、ね、そう、清水大志さんとかたまにね、矢野島もあるし、はい、サンプレもあるわ。サンプレもあるやばいよ。確かにここ昔三浦さんと村田さんと自分と3人でケバブ食べたんですよ。そうなんですよ。ここ でその日みんな3人ケバブ食べたんですけど、はい、3人ともお腹壊す。あ、そう当たっちゃったんだ。なんだったんですかね、あれ。その日から僕ケバブ食べてない。怖いっすよね、一回当たる。そんな場所から、そんな場所今日はあのパトロールね、はい、あの、はい、まもなく本チャンネルで出ると思うんですけれども、村田さん久しぶりに招いてですね、マッスルパトロール、緊急事態宣言パトロールと言ったらですね、そう開けたということなんで、やっぱ村田さんでしょうということで声かけさせていただいて、ありがとうございます。妖精に出会えたのかっていう。そうですね、秋葉原の妖精ね。本編をね、あのお楽しみにいただいて。昔から見てる人だったらね、分かると思います、はい、初期ですよ、初期のね。あの妖精のおかげで登録者数40万超えてる。登録者数が増えるっていう噂があります。そうだから最近見始めた方って、はい、マッスルグリといえば、ね、パトロールっていうのはね、あ、そっかそっか、知らないかもしれないね。知らない可能性もありますね。初期結構やってましたもんね。そう、はい、まあ柱としては、パトロール、料理、筋トレみたいな。コロナで外出れなくなって料理を結構強化されたんですよね、確かに。そうです、はい、そうですよね。まあ、せっかくですからね、もうトレーニングの、ね、話をしたいなと僕は思ってたんですよ、うん、村田さんはトレーナーですからね。そうですね、村田さんに聞きたいことたくさんありますね。そうなんです。しかも村田さんだってコンテスト出られるんですもんね。一応今年出ます。はい、去年ね出なかったんで、うん、僕の存在忘れ去られたんで、やっぱ出なきゃダメだな。分かる、その気持ち。なんか忘れ去られちゃうんじゃないかって気持ちになるんですよ、ね。あ、もうこの人はもう終わったんだなって思われるんですよ、ね。俺も特にその気持ちは強かったです。なんか、あたみさん結構バンバン出てますもんね。いや、なんか俺、あの去年終わったと思われてたんで。そんなことないと思うんですけど、まあ、それ、いろんな人に言われてたんで。もう2年前にね、あたみさんとも。そんなこと言ってたんですか。んですよ。そんな失礼なやついたんですか。失礼というか、まあ、全然それはね、あの俺もそう思ってたし、まあ、そういう意味で言うと出てたけど終わってる人みたいな状態だった。自分で言ってましたもんね、あたみさんも、もう俺の時代は終わったって。時代って一回も来てないですけど、なんかそれインプルーブもうできないなと思ったんですよ。いや、でも今年もやってやりましたけど、すごかったですね。まあ、そんなことで村田さんはね、特に怪我してるわけでもなかったですからね。いや、怪我バリバリしてたんですよ。そうなんですか。それ教えてくださいよ。まずね、ぎっくり腰とかを人生初めてやっちゃって、もう1ヶ月ぐらいも何もできなかったです。マジっすか。はい。何でやっちゃったんですか。突然朝起きたら動けなかったんですよ。1日も2、3日全く動けなかったんですかね。でもあの起きて、あ、やば、終わったみたいな。やばい、そう。もうなんかあれって、あの、一生このままなんじゃないかと思いますよね。そうですね。あの絶望感ってね。そうなんですよ、うん。トレーニングも全然強度上げられないしで。確かに腰ってなると何もできないよな。いや、そうなんですよ。背中も足もできないしで、うん、一気に痩せましたね、そこでまた。普通だと、運動できなくなったら太るってイメージあるじゃないですか。痩せちゃうからね。僕痩せちゃうんですよ。そういう人もいるっていう。そうなんですよ。で、肩もやりましたし、肩怪我ですね。肩ってさ、みんなが言う肩ってこの肩とかここだと思うじゃないですか。俺たちの肩ってあの肩甲骨と上腕の間の筋肉ですよね、結構。だからあの直上筋ってやつですね、はい、いわゆる、はい、ねじっちゃうやつね。そうそうそう、直上筋やつ。腕相撲でみんな肩痛くなるっていうのそこなんですよ、ね。そうです。肩じゃねえんだろ、肩なんだ。それなんですよ。分かるんですか。肩関節挟まって炎症起こしちゃうやつですよね。それはなんかベンチとかなんか、それは何だったかな、ショルダープレスの時に急に来たんですよね。
ダンベルショルダーアップです。ダンベルショルダーアップです。でもそっからもうね、プレス系の動作は全部ダメだしで、もう踏んだり蹴ったりですよね。だから僕はもう最近も怪我をしないことが一番ってことを、ね、提唱してるんですけど、やっぱりね、怪我しちゃったら筋量落ちますから、いかに継続できるかっていうのがね、本当ポイントになってくるんですよ。はい。そうなんですよ。最近だからやっぱり僕のお客さんの層はやっぱ YouTube を結構見て、はい、来ていただく方とか結構多いんですけど、あ、パーソナルのお客さんで、そうです、そうです、はい、だから最近の方ってやっぱり YouTube でこう筋トレ情報をすごく得てますよね。はい、まあもちろんそのベースっすよね。そうですね。でその中でやっぱり特に最近サムネとかでもこれが効かせる種目だとか、これが効く、これが肥大するみたいなね、サムネ動画がいっぱいあると思うんですよ。はい、だそれを見ていらっしゃるんで、みんな聞かせるってことに対してすごくフォーカスしてトレーニングしてるんですよね。聞かせるを意識してるんです。そうです、聞かす、はい、聞くっていうのが一番においてこうトレーニングしてるんですよ。はい、でもトレーニングの本質ってどうなんだろう、そこなのかなっていうところでちょっとあざみさんとね、ディスカッションしたいな。確かに俺もね、ちょうど今ね、聞くについてずっと考えてるんですよね。聞くってなんだっていう話なんですよ、先生。言ったらだってこうグッて自分でフレックスしただけでも、うん、言ったら聞くわけじゃないですか。そういうことなのよ、うん、そうだからポージングって聞かせてんのかっつったら俺は違うと思うんですよね、うん、でそういう意味でも聞くってなんだろうっていうのは俺もよく考えます。だって可愛いってなんだろうと思いますね。まず可愛い、可愛いってみんな違うじゃないですか。可愛い、まあそうですね。そうで美人も違うし、でそれと一緒だと思うんですよ、聞くって、はいはい、だけど何キロで何セットとかは違うじゃないですか、うん、そうですね、そうですね、うん、だから数値化できないんですよ、聞くって。いや、おっしゃる通りです。そうだけど、確かにあるんですよ、聞く感覚、それぞれの感覚ってことですか、うん、そう、だけど俺には俺の聞くっていうのがあるのね、うん、だからそれを人に伝えるために俺は3つぐらい押さえればいいのかなと思ってるのは探して見つけたんですよ。はいはいはい。1つは、どこの筋肉をまず鍛えたいのか。そうですね、うん、対象筋ですね。そうで、みんな結構競技とかだとこの動作を鍛えたいじゃないですか、うん、だけどボディービルの場合、まず筋肉を、どこの筋肉っていうところ、単語から始まると思うんですよね。お客さんが来たら、じゃあお客さん来ました、じゃあトレーニング始めましょう、どこの筋肉を引き締めたいですかとか、どこの筋肉を大きくしたいですかってまず聞きます。そしたらそこの筋肉の支配してる関節をこっちで勝手に分かるじゃないですか、うん、あ、肩だったら上腕骨内旋とかするわけじゃないですか、うん、でまずそれはこっちで分かっときゃいいだけの話で、はい、でそのお客さんにサイドレーズを教えてあげようって、こっちで思いますね。でこのまず2つ目なんですよ、これが、はい、筋肉どこ鍛えたいのか、でその筋肉はどういう動作をするのか、はい、であと3つ目がどこで負荷が乗るのか、うん、この3つで効くっていうことになるのかなと思うんですよ。僕も全くその通りだと思って、はい、教える時もその順番なんですよ。やっぱりまず対象筋はここですと、はい、でその筋肉のいわゆる作用ってやつですよ、うん、作用は、まあ、サイドレーズって言ったら肩関節の外転だ、こういう動きになりますよっていうのを、まあ、実際にやってみせる、うん、で、その負荷がどこで入るかって言ったらその、うん、ミッドレンジ、ストレッチ、コントラクトの3つで、その一番おいしいとこはここですよっていうのをやっぱお伝えするんですけど、うん、まあ、一緒ですよね。そう、それで俺思ったのが、筋肉はそう収縮すればするだけ効く感があるんですよ、はい、ここで二頭効くかっていうよりやっぱりここで効くじゃないですか、うん、だからどうしても効かない人には一番収縮したポイントで負荷が乗る位置を探してあげるっていうのが俺の一番の今のアドバイスできる範囲なのかなと思ってるんですよ。海外の YouTuber すごい権威がある人もそれは言ってました、ね、あ、そうなんですか、はい、サイドレーズこう一番こう収縮するところをまず見つけてから、はいはいはい、軽いダンベルでいいんで、それで動作をしなさい、うん、その負荷が乗るポイントってさっき言ってたんですか。それと完全に収縮しきるところは必ずしもイコールじゃないですか。じゃないですよ。例えば、はい、アームカール、スタンディングアームカールってこれ収縮するじゃん、はい、だけど負荷はここにはもう乗ってないわけですよ。だからこうすれば乗るよっていうこと、はい、うん、だけど要は分かりやすくするために最初分からないのであれば一番収縮したポイントがでやることがいいんじゃないかっていう、 それを説明するんじゃなくてそういう状況を作ってあげる、はい、であとお客さんは座って曲げるだけっていう状態をケーブルとかだとできやりやすいんだよね。ケーブルでじゃあちょっと肘曲げてくださいって言ったらこっちから引っ張ってあげればそう収縮した時に引っ張られるじゃん。だから力学ですよね。そうそう、力学も入ってくるんですよ、解剖学、はい、力学、はい、そしたら効いちゃうでしょって、はい、別に効かせたくなくても、ね、やっぱ感覚もありますね。ああ、まあそうですね、神経伝達ですね、はいはいはい、だそこが全てですよね。効くっていう観点だけで言ってしまえば、それで効かないってなったら難しいと思うんだけど。そうなんですよ、いるんですよ、やっぱり完全に分かんないって人もいるんですよ、うん、特に背中っすよね。
感覚がないっていう方が、ね、やっぱりいらっしゃるんですよ。確かに背中はなんだろうな、蚊に刺されても気づかないじゃないですか、背中って。まあそうですね。まあでこれどこ刺されても分かるんですよ。分かんない、人間って多分手が届かない部分の感覚って鈍くなってると思うんですよね、うん、基本的には。何されてもね、はい、だから、まあ、変な話タトゥーとかも背中に入れるじゃないですか、はい、そんな痛くないっていうじゃないですか。あ、そうなんですね。この辺が痛いっていうんですよ、脇腹とか薄いとこ、はいはい、そういうところはほら一応ね人間の支配下にある部分、見た目としては、はいはい、そういうのも関係あるんじゃないかと思いますけどね。その聞くっていうだけを一番にこう重要視してトレーニングしてても、結果何がしたいかって言ったら我々肥大したいわけじゃないですか。筋肥大ね。筋肥大をしたいのと聞くっていうのはイコールじゃないんじゃないかなって僕は思ってて、じゃあスクワットデッドリフトって聞きますか、ベンチプレス聞きますか、そんな聞くっていう感じじゃないじゃないですか、確かに。ビッグスリーって聞くっていう感じじゃないですね。そうですね、はい、コンパウンド種目のミッドレンジ種目ですけど、やっぱりね、コンパウンドって何でしょうか、多関節種目、複数の関節が多くんで、だから分散されるんですよね、負荷がいろんなところに。そう、それってやっぱり聞き分かりづらいじゃないですか。確かにそれ言われてみればそうだよ。だサッカーでじゃあサッカーボール思いっきり蹴ったらどこに効いてるか別に聞かないですよね。そうですね。スポーツの動作なんか特にそうですよね、うん、だから我々ってスポーツの動作ってやっぱ苦手なんですよ。例えばウェイトリフティング、パワーリフティング、こういうの苦手なんですよね、はい、はい、あれって全身をこう連動させるんですけど、うん、我々ってこういう動作しようとするときにアップライトローで肩だけで上げちゃうんですよ。連動できないんですよ、まあ、訓練をしてないっていうのが一番なんですけど、うん、そう、逃がすことはだからできるわけですね。自分今それトレーニングしてるんですよ。あ、そうなんですね。だけど自分もそのだからウエイトトレーニングをやりすぎるとそれができなくなるんじゃないかって恐怖心がやっぱあるんですよね。あ、そうですね、はい、意識できすぎちゃうんですよ、各部位を。だとしたらもう競技者にとってのウエイトトレーニングってただの怪我予防とかになっちゃうのかなとか、まあでも結局、まあ、筋肉をつけるっていうのはありなのかなっていう考え方的には、うん、一回その岩川さんがこうやってやるんだよって教えてもらった時に、はいはい、その肩が効きすぎてもうそれできなく怖くてやんない方がいい。なるほどなるほど、はい、意識できすぎちゃうからってことですよね。普段から効くような体になっちゃうと思って、はいはい、そうなんですよ。だから我々中電話とかしてるとこうやって電話してるとパンプしちゃって、うん、もう無理とかないですか。こう腕上げてるとこうなんか頭のセットしてると肩パンパンに張っちゃうとかないですか。俺は言わないですけど、だからもう聞かせ方が上手すぎちゃって何してても聞いちゃってるみたいな感じなんですよね。まあ日常生活でも聞いちゃうんで。日常生活でも聞く。確かに階段を登ると俺はハムとケツにめっちゃ入りますね。選べないですか、手動で登るとかハムで登るとか。あ、でもハムに来ちゃうな、ハムケツに。あ、そうですか、うん、意識できすぎちゃう。それはもう結構やってるからっていうのもあると思うんですけど、あと1個は俺思うんですけど、その筋肉ってクッションだと思ってるんですよ、ある意味、はいはい、関節痛い人ってその要は負荷じゃない、負荷ってこう振動じゃないですか、はい、筋肉って揺れるじゃないですか、だからそこでここまでいかないんですよ、関節まで、はいはい、でそれ揺れる材料が少ない人は関節までいっちゃって痛くなるっていうイメージ。だから階段とかでも揺れるじゃないですか、筋肉、はい、俺たち揺れるってことはここで拾ってるわけですよ、うん、だから効いちゃうのかなっていうのを最近感じてると思います、ね、はいはい。だから怪我防止には筋肉つけるっていうのはなんかそういうクッション材にもなってるのかな、衝撃に対しての、その外傷じゃなくてこう衝撃に対しての受け止めてくれる、まあ、そうですね、関節で受けようとしたら受けれますからね。そう、アームカルテもそうですね、スッて下ろしちゃったらもう肘関節で受けることになりますから、ね、あ、痛いっすね、やっぱり。そこはやっぱ二頭でブレーキかけなきゃいけないですから、はいはいはい、で最近村田さんは、まあ、そういうようなことを、はい、お客様にお伝えしてるっていう。そうですね、結構やっぱだからその聞くとか聞かせるとかそこを結構言われるので、はい、あ、でも何が一番したいですかって言ったらやっぱ肥大になってくるんで、ボディメイク、体を美しく見せる、まずちょっとそこは一回捨てて、うん、もうしっかり重量持つところ、はい、負荷っていうところですよね。そうです、感覚より負荷だろう、まずは。そうなんですよ、だから、ね、結局聞きを狙っていくと軽い重量になっていくわけですよ、うん、とっても軽い、それじゃやっぱ肥大はしないんじゃないかなっていうところで、そうですか、どっちも大事ではあるんですけど、はいはい、その負荷っていうのを忘れちゃってる方が結構多いので、重量を追っていくっていう、とにかく効かはい、はい、そっかそっか。浅見さんも昔よく言ってましたもんね、うん、まずいきなり2キロのサイドレース始めるなと、いきなりそういったものをやるんじゃなくて、とりあえずベンチプレス自分の体重の 1.5 倍、そうです、ね、デッドスクワット2倍、はい、できるようになってからっていうふうにずっと言ってましたもんね。そうですね、やっぱり
まあ、オーバーロードの原則というものがありますから、はい、使用重量を1キロでも伸ばす、はい、ね、レップ数を1回でも増やすというのはやっぱ筋肉を増やしていくのが大事なことじゃないですか。数値化できますしね。それをね、今の方たちは結構皆さん忘れちゃってるというか、基本的なところまず抑えてないのかなっていう。情報が多すぎる。そうなんですよ、そうなんですよ。確かに、そう、一番最初の教科書に載ってることですもんね。そうなんですよ。お伝えしてるっていうのはね、そこをこう、うん、皆さん見ないで、はい、YouTube のこう応用編のこうなんかインクラインサイドレイズとか、はい、そこから入っちゃうんで、でもあれもさ、結局肩甲骨の固定できるかって言ったら難しくないですか。こうジムで見てると、そのインクラインサイドレイズをやってる人たちいるんですけど、あの誰一人正しくできてないんですよ。こうなっちゃった、ね、何やってるか分かんないで、見よう見まねでやってる人たちが非常に多くて、そうなんですよ。もったいないなってめちゃくちゃ思うんですよね。村田さんなんかもったいないって思うってことはね、やっぱそういうことだから、やっぱこういうトレーナーさんとかに一回ちょっと迷いがある人はね、そうなんですよ、見てもらうっていうのがね。で実際やっぱ来ていただいて見させていただくと、うーんっていうのが結構いいんですよ。あ、そうですか。できてないなっていうのが多くて、やっぱ客観的に見てもらわないと分かんないってところもありますよね。そうですよね、はいはい。それやっぱね、現場ですごく感じてますね。確かに、だってそういう人をね、ずっと何百人っていう見続けてきてるわけだから。そうなんですよ。やっぱそういう村田さんみたいな人に聞くのが一番いいですよ。やっぱり特に最近思うのが、普通に体動く人ってそういないんですよ。どういうことですか。言ったらベンチプレスのフォームって我々できるじゃないですか、はいはいはい、あの一般の方8割9割方その姿勢取れないんですよ。胸張れないんですよ。あ、それを体の硬さで、硬さで、あの、みんなデスクワークでこう丸まってるじゃないですか。わかる、それ。だから、あの、みんながその YouTube 見て真似しようと思ってもできないんですよ、真似が。そうなんだ。まず、そもそもできないんですよ。だから周りに、自分たちの周りにやっぱり全くトレーニングやったことありません、トレーニング初めてやりますっていう人いないから、それもわかんないですけど、村田さんのところにはね、そういう方がたくさん来ますからね。そうなんですよ。だからね、やっぱりね、誰かに見てもらわないとちょっと始まんないかなっていうのは実際ありますね。確かに、あのボール投げるよりも難しいかもしれない。いや、そうなんですよ。逆にめっちゃ難しい。そうか、ジム入会しましたで全員が同じスタートラインじゃない。そうなんですよ。結構ね、マイナスから始まっちゃってるんで、それをね、ゼロに戻すとこからね、ちょっと始めないときついっすよね。僕、あの友達とかに、あの体鍛え始めたいんだけど、まず何やったらいいって言われたら、はい、ストレッチって言うんですよ。わー、すごい。元気さんでも言ってますね、それは。本当ですか、うん。体動くようになってから、あの、はい、トレーニングしないと、あの効果薄いからってことで、最悪怪我しますから。それ言われて今ね、ドキッとしたのが、しばらく俺、あのレンジ、パーシャルとか、いろいろあるじゃないですか、はいはい。それよりも高重量、高回数って時期があったんですよ。でそれを1年半ぐらいやってた結果、どうなったかっていうと、やっぱりその引き下げることとかできなくなったんですよ。はいはいはい、そうですね、そうですね。それはすぐ治ったんですよ。すぐ治ったけど、あの一般人のね、トレーニングしてない方とかって言ったら、もっと動かしてないわけじゃないですか。なっちゃうよね。はいはい、そうですね。だから僕、スクワットとか教えるとき、重さより可動域を重視するんですよ。120キロ持てる体を作るよりフルスクワットできる体を作った方がいいですよ。いや、本当その通りですね。そっか、まずあの足首の形であったりとか、しゃがみ込めない人いますもんね。いるいるいる、はい、びっくりしたけどいるのよ、うん、結構あの本当それこそ8割方っすよ。あ、まあ、でもそうですね。だって我々はね、毎日運動してる人間ですから、運動をね、何年間もやってない。そうなんです。もう小学校、中学校、あ、高校までの体育の授業で、そっから10年か20年がトレーニング、体を動かすことしてませんって人、うん、たくさんいるから。でも100円落ちてたらみんな拾えるんだよ。まあそうなんでしょうけど、まだやっぱかがんじゃったりね、まあ、それやっぱトレーニングの動き違いますもんね。そうで、我々見ると分かるんですけど、あの例えば前屈ってあるじゃないですか、はい、あれってみんな意外とできたりするんですよ。あの、あ、指床につきますって、うんうん、でもそれってあの前屈ってハムの柔らかさを見てるわけじゃないですか、はいはいはい、でもハムが硬いから、うん、いわゆる腰椎、腰っすよね。腰を丸めて、はい、あの見せかけ上その前屈ができてるだけで大小運動っていうんですけど、それはある。それだってあの上体起こしって腹筋じゃねえよ。そう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 。あのだから自分できてると思ってるんですけど、実際は正常な動きじゃないっていうのがほとんどで、じゃあそういう人がトレーニングできるかっていうとなかなか厳しいんですよ。そう、確かに。かなりなんか有益というか、村田さんなりのね、結構研究してますんで。いや、すごいな、はい、やっぱ、まあ、一応ね、トレーナーとしてやってますから、感覚だけでちょっとね、教えることできないですから、なんか勉強して名言ですね、今のは。根性とかいらないんですよね。まあでも最終的には根性だと思って。いや、俺根性を捨てた方がいいからと作れたんですよ。まあまあまあ、最初のうちはそうですね。
最初はなんか1セットで根性でとか思ってたんですけど、それって今考えてみたら負荷と結びつけた時に弱くなっている場合があるんじゃないかと思うんですよね。そうじゃなくて、なんでしゃがむのか、なんで曲げるのか、なんで伸ばすのかっていうことを解明していくと意外ときつくないっていう、要するに俺が言いたいのは、その最後の追い込みってもういらない部分でやってるのと同じような感じですよね、はいはいはい、パーシャルになっちゃったりとか、はいはい、連動しちゃったりとか、ね、だったら次のセットをきっちりやるためにもう一回レスト入れた方がいいんじゃないかと思うんですよ。あ、でも浅井さん結構最近そういう感じなんですね。いや、もうそうですね。僕もなんか高重量高回数のイメージがすごい強くて、だって高重量高回数が一番理想なのは今もそうじゃないですか。まあ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 、まあ、だけどそこに可動とか負荷の乗るタイミングとか考えると軽くなっちゃうんですよね。まあそうですね、なっちゃうし追い込めないんですよ、追い込もうと思っても。そうですね、だから追い込むって出た時点で負荷から目を背けてたのかなっていうふうに俺は思うんですよね、はいはいはい、そういうスティッキングポイントとかを見て、もうここまでで追い込んだって、うん、これ持ってる意味ないじゃないですか。そうですね、だからもうここまで上がんなくなったらやめて次のセットでしっかり上げた方が、うん、まあ、ここだけのことを考えたらいいのかなっていうふうに思ったりとかするようになって、体もついてきて怪我も今良くなってきて、はいはいはい、だからもう怪我してほしくないっていうのは、まあ、一緒だと思います。そうですね、根性とか言って怪我しても誰のためなんだよ。もう昔のね、ビルダーとかの映像を見てやってたら多分そうなっちゃいますよね。まあその中でも器用にトレーニングされてて、実績を残してる方とかもいますし、よくよく見てみると綺麗に細部までカットがで丸くてどこも溶けてない筋肉持ってる人ってそういうトレーニングしてるんですよ。で正直今も結構年いってるボディービルダーの方とか結構へこんじゃってたりとか溶けてるじゃないですか、一部。だそのやりすぎなんですよね、はいはいはい、で俺も一時期あったんですよ、2年ぐらい前まで筋肉が溶けちゃった、はいはい、マジですか、やべえと思って。なんか言ってましたよね、筋肉が溶けた。いや俺にしか分かんない感覚、溶けた溶けたって言ってましたよね。往年のボディービルダーがなるようなパターンなんですよ、それは。多分そういう力学的な部分から目を背けちゃうと、はいはいはい、そういうことになっちゃう。なるほど、筋肉が溶けましてって言って、で岩橋さんに何それって筋肉が溶けたんでもう引退しますって言ったからでもなんかそんな感覚が俺にはあったんですよ、はいはいはい、だからその今すぐジムですげえ一生懸命やってるけど、うん、それもなんか怪我を誘発してるだけなんじゃないですか。そうですね、あ、いやなんか僕本当にエニタイムとかいるとほぼほぼそれなんですよ。もったいねえなって、美味しいところを理解しない、インクラインカールなのに収縮だけでやっちゃってるとか、下ろしきってないとか、ストレッチ種目をね収縮でやっちゃうとか、種目の意味を理解してないとか、全種目聞かせに行くっていう感じじゃなくて、やっぱりミッドレンジ種目、コンパウンド種目はしっかり重さ持って、収縮種目は、まあ、聞かせに行くみたいな感じでいいのかなって思うんですよね。確かにそれ相性いいですよね。そうですね、まあ基本的なところなんですけどね、やっぱりね、とにかく基本を今教えてくれる人がなかなかいないのかなっていう、応用から入っちゃうんで、やっぱりまあ面白いですからね、やっぱこれが効くとかこれででかくなるとか、そういうね動画とか、まあまあそうですよね、はい、まあ釣りというわけではないですし、マッスルビルドもそういうのなるべくね、しないようにはしてますけれども、やっぱね YouTube 側のね事情もありますからね。そうなんですよね、そうなんですよね発信してる側としてはそうなんですよ。村田さんが思うトレーニング事情というか、そうですね、うん、まあ、まずね、やっぱり悩んでる方は村田さんでいいじゃないですか。そうだよ、はい、トレーナーだからね、マッスルグリルファミリー来てください。いや、本当そうですね、ファミリーが行ってますからね。いや、そう、マッスルグリルファミリーの方も行ってますし、今拠点は秋葉原、秋葉原と東銀座、ね、ああ、もうね、いいじゃないですか、銀座、うん、一回マッスルグリルファミリーの方と、はい、転勤されるって方がいらっしゃる。そう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 、彼ね、はい、うん、例のね、最後にメイド喫茶一緒に行きました。ね、マジで転勤する1日前から。いや、自分焼きましたもん。どんだけ仲良くなってんだよって。そうそうそう。ね、彼も青森行っちゃいましたから、ね。そうなんですよ。うん、だからマッスルグリルファミリーがね、大歓迎ですから。はい、本当にぜひ、村田さんと元気さん。そうですね。提携してるんで、うち。そうそうそう。ぜひぜひ。はい。もう見た方は本当、ちょっとね、あれって分かんないなって疑問を持って、で話が多分分からない方もたくさんいると思うん で、ね、まずはね見てもらうっていうのがすごく重要だと思うん で、やっぱりね、ネット上に、まあ、情報は転がってますけど、はい、情報
多すぎてなんか自分が欲しい情報にたどり着かないと思うんですよ。あの分かる、その通りだ。あのね、俺最近 YouTube めっちゃ見るんだよ、うん、あらゆる分野の YouTube 見るんだけどつまんないんだよね結局。あのやっぱ裏側としては8分以上10分以上にしなきゃいけないから、あの最初に簡潔に言ってくれればもう2分ぐらいで済むものを長く言うじゃないですか。確かにそれも筋トレだけじゃないですね。そうです、何でもそうですね。何でもそう、何でも情報が結局増えすぎてる。いやだから本当にあのいいですよ、情報みんなねいっぱい持つことはいいんですけど、うん、物知りになってるだけなんですよ。そうです、頭でっかちな人が、ね、特に最近多いので、それ自分の筋肉に還元できてない場合は皆さんのだからそれ目的ですかっつった時にいらない情報が多いってことですね、うん、いやそうですね。いやめちゃめちゃいい話できましたね。でも情報は増え続けますよぶっちゃけ。そうですね、はい、久しぶりに村田さんと会えて、はい、僕もねトレーニングについて話したかったんで。よろしい。だからマッスルグリルの視聴者さんは基本的に、まあ、あざみさんの情報だけなんで、あ、はいはい、なので村田さんでこういうトレーナー初心者の方とたくさん接してる、トレーナーさん目線。僕はなんかそんな尖ったことはあんまり言わないようにしてるんです逆に、うんはい、うん、個人的な意見はあんまり少なめにして、まあ、基本的なことをこう言っていくってい そういう人いないんだよ。面白みはないんですけど、そう面白みはないんですけど、いやでも、ね、そういう人がいない今。そうなんですよ、やっぱり、ね、自分メインの指導になっちゃうんだよね普通。自分の感覚を発信する人は結構やっぱ多くなっちゃってるんで、まあ、やっぱ接客業でもありますからね。そうですね、まあ、接客業ですから、サービス業ですから、ね、そうですね、はい、なんでまあ本当村田さん優しいんで、もう誰が、ね、どう見ても優しい人なんで見た目ちょっと見た目怖い怖いって思うかもしれないけど、でも全然もうだってさ、これ動いてる村田さんを見たら全然そんなこと感じない。いやもうそうですね、本当そう思います。そうですね、なんでぜひちょっと皆さんね来てください、村田さんに会いに。お願いします、 DM ください、 DM ください、はい、暇らしいんだけど、ね、今はね、これから忙しくなっちゃいますからさ。 YouTube 作ってますからね。そうですね、はい、こんなとこですか今日は。ですかね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたあの秋葉原編本編も、そうですね、はい、お楽しみください、はい、衝撃の決意、お持ちください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。